こちらのグリーンの電車、ドイツ鉄道とは異なり、同じ会社のバスは前からあったのですが、最近電車も走り出したようです。前もって予約をしたり、日によってはかなりお得な値段でチケットを購入できます。今回は片道2時間の旅で往復17ユーロでした。目的地の中央駅に到着しました。この街には何年も前に一度来たことがあります。ドイツ国内の駅構内はどこも同じ感じです。11世紀初めに創建されたこの教会は高さ132メートル。ステンドグラスが非常に印象的です。ある方向に向かって歩いていたら、自然とこちらの教会に足が向きました。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今日は港町ハンブルクに来ています。これから町を観光してみようと思います。市庁舎が見えてきました。1897年に建てられたネオルネッサンス様式の建物で、ドイツ皇帝の支配を受けず自由ハンザ都市の象徴とされたそうです。町の中心にあるアルスター湖は、周辺のカフェ、レストラン、ショッピングなどで人気スポットのようです。1993年6月に設立された51個の鐘からなるカリオンは、重さがなんと13トンを超えているようです。元の礼拝堂は1195年に完成し、14世紀にレンガ造りの教会に置き換えられました。戦争で被害に遭った教会をそのまま残し、戦争の悲惨さを伝える場にもなっています。ハンブルクの倉庫地区は世界最大の倉庫地区で、2015年にはユネスコ世界遺産に登録されました。結構お腹が空いたので近くのレストランに来ました。見てください、このボリューム。伝統的なドイツ料理の豚のすね肉のローストです。すごい量だったので食べきれず、親切なウェイトレスの方が持ち帰り用にパッキングしてくださいました。ハンブルク港はドイツ最大の港で、1189年に開港されました。レトロな雰囲気とモダンな雰囲気が入り混じっています。
がいいので歩いてて気持ちがいいです。向こうの方にはライオンキングのミュージカルの場所とか、あと花雪、隣に建物が見えます。フィルハーモニーです。こちらからのフィルハーモニーはこんな感じです。エルプフィルハーモニーのメインコンサートホールはベルリンフィルハーモニーのように観客がオーケストラを360度取り囲むような座席配置となっています。あ、ちなみにドイツでは日曜日、祝日は飲食店以外全部お店が閉まっています。やっぱり水辺の近くはいいですね。電車のチケットを購入します。こちらから3駅電車に乗って中央駅へ向かいたいと思います。中央駅に着きました。今日は日帰りの旅なので観光できなかった場所にはまた来れたらと思います。皆さん、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。